1976年の新大滝駅と周囲約750メートル範囲。左下が伊達門別方面。駅裏の伊達門別方に転車台が残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新大滝駅は、北海道薄郡大滝村座本町にあった日本、国有鉄道イブ線の駅である。 電報略号は塩。イブリ線の廃線に伴い1986年11月1日に廃駅となった。1980年9月まで運行されていた急行イブリの停車駅であった。駅開業当時役場がある徳春別村の中心地は潮流川東岸の高台に位置する上野地区で駅から歩いて1時間近くを要した。その後は本町地区に 村の中心が移り、1950年の役場庁舎移転と大滝村への解消につながった。また、上野地区の日鉄工業特殊別鉱山から産出される鉱石を作動で当駅まで運び、貨車に積み替え発送した。1日あたりの平均取扱量は100から500トン台で推移していた。1971年の閉山後は、 貨物取扱い量が激減した。当駅の所在する地名に、新を冠する。地名は、村の名所である三階滝に由来した。廃止時点で、単式ホーム2面2線を有する地上駅であった。ホームが、千鳥式に配置された、列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム南側と対向ホーム北側を結んだ、構内踏切で連絡した。 駅舎側ホームが上りの一番線、対向ホームが下りの二番線となっていた。その他二番線のくっちゃん方から二番線ホーム外側に分岐し末端部で二線になる行き止まりの側線、その側線途中から分岐する行き止まりの側線を一線有した。9600形状機機関車が入線していた当時は転車台を備えていた。業務委託駅となっており、駅舎は 校内の南東側に位置し、ホームとは通路及び校内踏切で連絡した。駅舎の左手側に、別当でトイレを有した。かつては、特殊別鉱山からの鉄鉱石や硫黄鉱の積み出し駅であった。2001年時点では、旧校内の一部が、平成ふるさとの道公園として整備され、ホームのあった位置には、旧大滝村を象徴するオブジェが設置されていた。 また、伊達門別方には、特春別鉱山から流化鉄を搬送するために、付設された引っ込め線の高架橋が残存していた。2010年時点、2011年時点でも、同様であった。有毒方の廃線跡は遊歩道となっていた。近くの駅構内跡には雇用促進住宅が建っている。1993年に当駅跡から、伊達門別方へ、 約0 7キロメートルの地点から、有徳駅の先までの線路跡が約5 5キロメートルにわたり、サイクリングロードの平成ふるさとの道として整備され、2001年時点、2010年時点でも同様であった。途中の大川に架かる一部の橋は、いぶり線の施設が再利用されている。駅跡から国道453号までの道は、下り坂である。 国道沿いを中心に集落を形成している。ありがとうございます。